中級です。一度歩きましょう。中級をやると上級がやりやすくなります。当たり前のこと言ったんですけど、ちょっとね、本当にやりやすくなるんですよ。本当にやりやすくなるから頑張ってください。ここそして初級から上がってきて、皆さんやることが増えてますので、もうちょっと集中します。中級からの方はもちろん上級に上がるための動きやっていきましょうね。さあ、まずは今歩いてます。早いですよね。この速さ慣れてください。で、体の向き横にします。で、足を止めます。体を下から上です。両膝を曲げ、もも、胸から背中、3回やりましょう。この速さに合わせます。いきますよ。1、2、3、起きます。右足を後ろに引いてください。もう一度1、2、3、4、左足で走るように1、2、3、4、走る、足を閉じます。歩く、最初の動きです。最初の動きから体は横向きスタート。いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8です。次いきます。中級も進みが早いので次いきますね。足元見てください。踏む踏むスライド、踏む踏むスライド、マッチ。速さは一緒で、踏む踏むスライド、踏む踏むスライドです。マッチ。手が胸反対、ちょっとラテンっぽい指先にしてください。もう一度、踏む踏むスライド、踏む踏むスライド。余裕があればマーチではなくてお尻を入れる感じ、お尻を入れます。足を止めた状態でやってもまあいいでしょう。余裕があれば歩くのと同時にお尻が入ります。この後もう一度、1、2、スライド、ステップタッチ、前後ろに下がります。マッチ。ここは初級テーマを使ってたんですけど、ステップタッチ、ステップタッチで前後ろに下がりながら手は上です。この手は初級、中級、上級すべてにおいて最後のポーズで使うのでバシッとしてください。さあ、もう一度、4、3、2、1、スライド、ステップタッチ、後ろに下がる。 OK、 これが最初です。それでは本当に最初からいきたいと思います。いきますよ。足を落とし、せーの、ウェーブウェーブウェーブ、ランニング、足を落として、ここ、お尻、足前です。投げるよ。歩きます。初級はこのブロック2回連続したんですが、中級上級は今ので1回です。1回だけしか使えません。ということで、あと1回練習。4、3、2、1、体を起こしてランニング、お尻入る、前に出る、投げる。 OK、 歩きます。さあ、それでは次です。サビの前の動き、右足を横に出します。足を閉じる、もう一度、足を閉じる、マッチ。左足に体重をかけて向きを90度、さっきと反対側行きます。この間足は止めてていいです。4、3、2、いきますよ。下、上、マッチ。体を向いて手が上です。キャッチします。左手、右手、マッチ。すべてにおいて小指から握ってます。上からも握って、左手小指から、右手小指から、いきましょう。上、
後ろ、前、マーチ。前で右手いったらマーチ、正面に入ります。もう一度、 OK、 キャッチ、キャッチ。そしたら両手をグー、手のひらが前です。そのまま足止めててください。体、動かしていきます。上半身を下下下下、右後ろ左前、いきましょう。腕じゃないよ、体から、タッタッタッタ。これがもう一個早いんですね。うわー笑うね。その後両手を上にします。タッ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 。足は相変わらず止めててください。タッ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 タ。余裕があれば手が上のところ、そのままウェーブが2回です。胸から後ろに入ってます。うー、やること多い。そのままお尻でした。胸胸、今歩きましょう。お尻を撫でるようにして、両膝を曲げてお尻を撫でてます。ここからいっちゃいます。さあやること多いよ。中級頑張れ。正面向いて、ここにつながるんですね。歩きましょう。初級出てた方は分かると思うんですが、お尻を撫でた後は下で拝んで上に上げます。ここから手を下ろしたところからサビが始まります。不安なのでもう一度いきましょうか。いいですか、この詰め込み具合で中級でございますんで、頑張っていきましょうね。4、3、ラスト確認1回。上、後ろ、リズム、キャッチ、 OK、 歩きます。ここからは初級、中級、上級一緒です。サビが一緒なのですぐこうね、上級いけると思います。上にも来てね。で、今静かに後ろに下がりました。両手を骨盤、手のひらが上、前、同じく小指からキャッチをして、右足からゆっくり、5個目です。もう一度、1、2、3、4、5、体をスイングしました。歩きます。呼吸でもこれは使ってます。前から右、前から左、前から右、後ろ、左です。これを一気に入りますよ。サビから1、2、3、4、5、6、7、8。最後もぐるんと回すところは8、1カウントでやんなきゃいけないので大変。もう一度、今サビです。初級、中級、上級同じです。左足、体重をかけます。下から体を持ち上げてます。さあ、いくよ。回す。左足、走った後、右左です。この手もう一回、右左、手は空で手首を折ってます。首を回します。マーチ。さあ、ここまでいきますよ。4、3、2、セット。右足から左足、ポーズ、歩きます。 OK、 この手また出てきました。上に投げるように4つ歩いて戻ります。一番後ろではなくて真ん中に戻ってきてください。ラスト、サビ確認中、確認中。
回して首、オッケー。さあ、あと1個、おまけのポイントです。おまけは初級でも軽くやってるんですが、中級はもっと足技が入ってます。自分が思ってるよりも重心を上にしてください。足がもつれやすいので周り気をつけること、あとはやるなら本気出してやってみてくださいね。足元ゆっくり歩きましょう。落ち着いていこう。同じことを3回右左で繰り返すので1回覚えたら楽になります。まずそのまま歩いてて、右足から1 and 2 and 3 戻ります。右足からオープン、たたん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 、待ち。もう一度、右足から出したら右足を引いて右足をもう一度出します。もう一度いきます。たたんたたんたたん、右をやったらたたんたたんたたん、体を戻していきます。左からも行きましょう。たたんたたんたたん、戻します。同じこといきますよ。右左オープン、引いてきて体を余裕があれば倒していきます。左からたたん、この足引いてたたん、戻します。間は肩も入ってます。たたんたたんたたん、肩肩、この肩は初級と一緒、左足、アームも入ってます。ラテンのような手を使ってください。右足から今練習3回以上やるよ。怖いのはこれが1個速くなるってことね。速くやってみようか。せーの、左足、タッタッタ、3回やります。タッタッタ、お尻を右左、歩きましょう。マジ、自分が思ってるよりもふくらはぎグッとくるので意識してください。余裕があれば内ももも使ってるんだなっていう認識してくださいね。さらに最初のオープンで横オープン、タッ、バシッと決める、バシッと、3回やってお尻です。マチ、歩きます。初級でも行ってたんですが、1番はここまで、同じことを2番で行います。その後一度休憩をしたら、おまけ、おまけが1セット、サビが1セット、そしておまけが1セットと続いていきます。最後はおまけで終わります。手をバン上に持ち上げてフィニッシュです。さあ、やること多いですよ。大丈夫ですか。最初は左を見て、次のブロックは右を見て、リズムが速くてそして前に出てきます。ピッチも速いので気をつけてください。私は信じてます。皆さんを信じてる。原曲で待ってるし、上級でも待ってます。そして中級が乗り越えられれば上級は少し楽。頑張ってきてください。それでは原曲へゴー。